基礎クラスにいたのに早稲田しか受かんなかったんですよ。整形ですよ、早稲田で、ね、感動しちゃった生徒とかベルとか芸能人もいたし、親がまあそうだっていう人も付き合ってくる、いわゆるだから恋愛禁止なのに付き合ってるとかいう話、アダルトなものにやっぱ出てしまうた生徒もいましたね。教えてる生徒で、ハローでは始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、まあいろいろと質問があったですね、この中で、はい、印象に残っている生徒はっていうですねのがあったので、ちょこっと話していこうかなと思います。まあ印象残ってる人が結構いるんですけど、まあ一番印象残ってるのは、まあ教育実習の時の話なんで、まあそれは別の動画を見てもらおうかなと思いますね。ここでそれ話すとまたですね、不適切動画みたいなですね扱いされてしまうので、それは、やめようかなと思いますね。で、他にも、まあ、たくさんいますね。まあ、よく言われるのがやっぱ芸能人のですね人を教えたことがある方とか、芸能人の子供とかっていうのですね、それはもう全然あの普通のことというか、当たり前のことなんで、まあ、たくさんあると思いますね、それは。で、特に映像をやってるんで、そういう人はまあ自分が見た、実際に見た人よりもはるかに多く、いると思いますね。まあ実際そうね、モデルとか芸能人もいたし、親がまあそうだっていう人もいますね。あとは声優の子供も教えたことありますね。で、その人とこの、ね、電話で対応するときに、その親と電話したりするときに、こう、うわ本物だって思ったことはありますね。まあ、自分の見てたこのアニメの声の人と喋るっていうのはなかなか面白いなっていう経験があったりもしましたね。あとはそうですね、芸能人自体よりもその芸能人と付き合ってる生徒は面白かったですね。やっぱ東京だとね、やっぱ出てくるんですよ、そういうね、アイドルと付き合ってた、いわゆるだから恋愛禁止なのに付き合ってるとかいう話ですね。どうやって付き合い始めたとかっていう話とかはなかなか面白いですね。生徒たち話すのでバンバンですねっていうのは面白かったかなと思いますね。あとまあそうですね、クラスメートに芸能人がいるとか、同じ学年に芸能人がいるっていうのの話もなかなか面白いですね。で、芸能人がやっぱ複数いる学校とかもあったりするんで、そこで誰と誰が仲悪いとかですね、こうなってるですね、学校ではこうなってるとかっていうのもして、面白かったですね。詳しくは話せないですけど、そういう話とかも聞けたのは面白いですね。で、まあ印象に残ったというか、まあいい方を先に言っときましょうか。あんまり悪い方の方が圧倒的に記憶に残るんですけど、いい方で言うと、やっぱトイックがものすごい低かったのに、もう本当に全然だったのに、もう卒業の頃には、大学卒業の頃には900超えてる人とかですね。まあ、今、留学してるからですね、いずれ留学から帰ってきたら、このチャンネルに出てもらおうかなと思ってますね。僕みたいにですね、異様にトイックとかそういうやつで高い点を取る人に憧れてですね、すごい、めちゃくちゃ勉強する。いわゆる大学としては全然良くない F ランの大学だけれども、ものすごく勉強して英語ができるようになったっていうですね。その人の話はすごく面白いと思いますね。もう全然誰も図書館にいない中一人で勉強してたっていうですね。などとか、すごく印象に残っていますね。あとは、浪人生の一番下のクラスですね。最も低いクラスで、超基礎中の基礎クラスやってたことがあるんですけど、そこに基礎クラスにいたのに、もう大逆転合格した人っていうやつですね。まあこれは面白いのは、早稲田しか受かんなかったんですよ。ね、むちゃくちゃじゃないですか、これ。早稲田大学のみ合格したんですよ。他、いわゆるマーチですね。マーチ全滅。日東駒線全滅です。それ以下の大学のですね、この、すごくないですか。日東駒線で、もう一個その抑えみたいなのがあって、そこもダメだったんですよ。でも早稲田だけ受かったんです。しかも整形ですよ、早稲田ね。こういうですね、とんでもないことがあったりするわけです。まあ、この人は本当に強運の持ち主ですね。と言わざるを得ないかなと思いますけど、これはやっぱ予備校では一番印象に残ってますね。はい、衝撃でしたね、まあ、まさに。で、まあ、よろしくない方ですかね。よろしくない方で言うと、やっぱ
パリで、高校を超えた方ですね、専門学校とか大学に行くとやっぱ不思議なというかよろしくない問題がたくさん発生してきますよね。まあ、いろんな人がいるなっていう印象ですね。まあやっぱりこの仕事、夜の仕事するですね、子も結構出てくるので、そうするとまあ羽振りが良くなってですね、タクシーで通学してた、女の子いますね。もうどん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 ブランド物がすごくなっていくとかいましたね。まああとは明らかにまあ社長さんがいるんだろうなみたいなですね、後ろにですね、人もいまして、まあ普通の人もいますね、普通のあの社長の子供とかそういう人の場合はもうなんか最初からすごいですけどね、だん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 変わっていくですね、生活が変わっていく人とかはすごいなと思いましたね。あと結構やっぱり子供ができちゃってやめなきゃいけないって人は出ますね、結構ですね、大学中にとかね、そういった話は多いなと思いますね。あとはまあね、どこまで話していいのかな、とは結構やっぱアダルトなものにやっぱ出てしまう生徒もいましたね、教えてる生徒で、でその子は結局バレちゃって、こう学校中の噂みたいになっちゃうっていうか、になってて、自分は知らなかったんですけどね、後々聞かされたんですけど、いや学校辞めちゃったっていうのは、そう、後で聞かされて、で、そういう理由だったっていうのはですね、他の在学してる人に聞かされて、そうだったの、全然知らなかったので、でそこでバレてしまって辞めなきゃいけなくなっちゃったとかっていう人もいましたね。あとはそうですね、やっぱり結構ね、外国語を教えている外国人の方が何もすごい濁してますけどいっぱいいるじゃないですか。そういう人たちってやっぱりですね、かなり、まあ日本人もありますけど、日本人よりも多く学生と付き合うっていうのがすごく多かったかなと思いますね。それがね、何が嫌だったかっていうと、その学生たちがその先生からこういうメッセージが来たですね、 SNS とかですね、 LINE とかでこういうメッセージが来た、これどういう意味みたいなのね、いうのを学生に見せられるっていうのが嫌だったかな。で別になんかチクりたくもないし、上の人に内容がまあえげつないというかですね、卑猥な英語なわけですよ、ね、それをマジかと思いながらですね、こんなこと書くのかと思いながらですね、それを訳してくれと言われた時とかが嫌だったですね、訳したくもないとかですね、思いながらですね、まあ、そういうのがやっぱり日本人ではあるはあるけど、やっぱり日本人の方が結構やっぱりそういうとこは、この日本人の先生はダメだってちゃんと分かっているというか、なんかですね、ちゃんとしてる人が多いのに対して、外国人はですね、こうその線を越えていってしまう人が多いなっていうです、ね、のがあって、でそこでいろいろと問題があったりとかね、だからこの、なんていうの、彼女同士が生徒で同じクラスみたいなとか、そういう複数とその人が付き合ってれば、そういうことが起こっちゃったりとかするんで、まあそういう問題があったりとかですね、まあいろいろありましたね、はい、こんな感じでですね、まあ印象に残っている生徒っていうのはそんなとこかな。あ、カンニングして、それでね、カンニングしちゃった生徒とかもいたよね、あれは問題になりましたよね、っていう感じでいろいろありましたね。まあその他はあの他の動画で喋ってますので、ぜひぜひ見ていただければ、まあいろんな人がいます、はい、当然ですね、印象に残ってる人ですね、はいることはありますね、ああ自分のことだとかですね、思わないでください、まだはまだまだいると思いますね、まあ第2弾とかやるかな、需要があるのかよくわかんないですけど、まあいろいろとですね、知りたいことがありましたら、またですね、リクエストだったりとか質問と受け付けますので、ぜひぜひ言ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.